縦回転の練習をしようと思うんですけど、前回やった時なかなか高さが出なかったので、今回は高さを出せるように壁を作って、それを超えるぐらいの高さで蹴れるようにやっていこうと思います。フットサルゴールで壁を作ったので、だいたい2メートルぐらいの高さになると思います。前回ちょっと1時間半ぐらい蹴り続けてちょっと足を痛めちゃったので、今回は1時間ぐらいを目安にやっていこうと思います。